はい、皆さんこんにちは。熊谷康政です。今日も大阪からホテルからお届けしたいと思います。今日はまたこの旅先で iPad でビバップやりがちっていうのが、レジパクあるあるですね。あるある言いたいですね。ということでパウエルの、クレオパトラズニードルは違うね。ニードルはあのニューヨークの潰れた店ですね。クレオパトラズドリームですね。クレオパトラズドリームの F フラットマイナー、一度マイナーのとこ行ってみたいと思います。これ結構なんかすごいシンプルで何のことはないっていう感じもするんですけど、僕的には結構バードパウエルショックが強くて、なんだろうな、これなんか強めのサウンドがするんですよね、なぜかね。こんな感じです。1,2,3,4 というパウエルっぽくないですか？ちょっと譜面をご覧ください。はい、お帰りなさい。ということなんですけど、まずこの5度から5度にいきなり下まで飛ぶんですね。これが結構まあ自分の中にはなかったですかね。このテンドゥ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 ルっていうのはね、強いですよね。ここなんかこう思い出したみたいな、あっつって、あっそういえばみたいな、なんだでで、あ、そういえば酒買い忘れたみたいな感じですかね。これ一回思い出してて、でこれも5度からもう5-1-3-5でもうコードトーン3和音を下から駆け上がるだけなんですね。これが多分結構強く聞こえるんじゃないかなと思うんですけど、でこれはまあスケール下がってきて、でここも結構なんか渋いっすよね。このメジャーセブンのトロが入って、メジャーセブンが入るのは何でしたっけ、ハーモニックマイナーとどっちだ、メロディックマイナーだっけ、ナチュラルマイナー忘れちゃったんですけどそのメジャーセブンが入るスケール2つありますよね、マイナースケールで。なんでこれがまあ渋いなっていう、ここ一回メジャーセブン入れてナインスまで戻ってきます。9からで9-5っていくのがまた9-5、最後5でバッと止まって、はい、次って感じなんですね。なんか渋いし強くないですか、非常に。まあ割と古い感じのサウンドにはなるんですけど、まあスタンダードやってる分には全然バリバリ使えると思います。 What is this thing called love とかのこのこの F マイナーとか、ここでも別に、ここ一度マイナーでもないですけど、別に何度マイナーなんだろうね、これキーが結構変わんのかな、この曲。ここの2個の、ここで F マイナーときて、で、次に行ったらいいんじゃないですかね、こうやってね。まあもう何でもいいっすね、マイナーのとこでぶち込んでみてはいかがでしょうか、といったところですかね。今日はバードパウエル、ちょっとやってみました。また旅先で、ビバップやりがちなんで、そのうちバードパウエルが出てくるかもしれません。それでは皆さん、あのなんだっけ、新型肺炎には気をつけながらチャンネル登録よろしく。さよなら。